今日の夕食はハンバーグとサラダとコーンスープ。決まりました。さて、あとは坊ちゃまのお迎えですね。坊ちゃまには怒られてしまうかもしれませんが、やはりメイドとしてご主人様のお迎えは当然の役目ですから。 15時からピアノのレッスン、 17時から英会話か。 ん？ あれは、また明日ね。おかえりなさいませ。僕は一人で帰れる。迎えなんかなくたって。うわー、綺麗なメイドさん。どこのお屋敷のメイドさんだろう。なんでリリスが迎えに来たのか。あれほど学校には来るなって言ったのに。